皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スター7110から生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場の上海総合指数は昨日12月28日火曜日の終値が 3630.112 ポイントでして、先週21日火曜日の終値に比べ 0.1% 高となりました。続いて香港市場はクリスマスの影響で24日が前場だけの半日取引、27日が終日休場でした。このため先週水曜日以降の売買日は3日半だけでした。ハンセン指数は昨日2月28日火曜日の終わり値が 23,280.56 ポイントでして、こちらは先週21日火曜日の終わり値に比べ 1.3% 高となりました。それでは先週から今週にかけての解説をお願いいたします。はい、ではですね、中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちら上海総合指数の動きですが、11月中旬から12月上旬にかけて上昇基調となりました。12月3日は29営業日ぶりに終わり値で3600ポイントを回復しまして、12月13日にはザラバで一時3700ポイントを抜く場面もありました。しかしその後は軟調に推移しました。14日は中国本土で初めてオミクロン株の感染者が確認されまして、新型コロナの感染拡大が懸念されました。また17日はアメリカが中国企業に対する追加制裁を発表しまして、米中対立への警戒感が広がりました。20日は大幅続落となりまして、9営業日ぶりに終値が節目の3600ポイントを割り込みました。中国人民銀行が約1年8ヶ月ぶりにですね、利下げを発表しましたが、利下げ幅が小さかったことから失望売りに押されました。ただ翌21日は3日ぶりに反発しまして、再び終値を3600ポイント台に乗せました。不動産引き締め策の緩和観測が浮上していまして、これが材料視されたんですね。12月24日は、香港経由の A 株売買が、香港のクリスマス休みで停止となりました。オミクロン株や米中対立への警戒感もある中、外国人投資家の売買が停止したことから、軟調に推移しました。今週27日も外国人投資家の売買は停止しまして、上海深センの合計売買代金は47営業日ぶりに1兆元の大台を割り込んでいます。年末ということで中国本土市場は様子見ムードが強まっていまして、やや方向感を変えた値動きとなっていますね。続いて、香港市場ですね。こちらハンセン指数の動きなんですが、11月中旬から12月中旬にかけましてハンセン指数はご覧のように下落基調が続きました。11月22日には8営業日ぶりに終値で2万5000ポイントを割り込みました。すると香港で その後ですね、オミクロン株が確認されたことを嫌気しまして、この間その下落幅ですね、2000ポイントを超えてしまったんですね。11月29日には終値で2万4000ポイントも割り込みました。終値での2万4000ポイント割れは今年10月6日以来だったですね。で、中国本土の金融緩和を交換しまして12月9日は9営業日ぶりに終値を2万4000ポイント台に乗せましたが、その後は再び下げが加速しました。下落の背景は先週お伝えした通り、米中対立をめぐる懸念があったんですね。で、20日は年初来安値を更新しまして、終値は2020年5月29日以来、約1年9ヶ月ぶりに2万3000ポイントを割り込みました。節目の水準を割り込んだことで22日にはですね、再び2万3000ポイント台に戻しましたね。ハンセン指数昨日までその後統制が続きまして5日続伸でした。香港市場なんですが、今週31日が前場だけの半日取引となります。で、来年なんですが香港市場の方はですね、1月3日に始まります。年末年始の休みに伴ってですね、中国本土からの香港株売買は本日29日から来年1月3日まで停止します。
中国本土からの売買がなくなりますので、まあ、薄商いが予想されますね。一方上海と深圳市場なんですが、12月31日まで通常通りの取引です。で、来年1月3日は上海と深圳のいずれも休場でして、来年最初の取引は1月4日に始まる予定です。はい、わかりました。以上、直近の中国株式市場の動きについて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？はい、ですね、今回も中国株を取り巻く、状況を紹介したいと思います。はい、前回のテーマはですね、米中対立でした。中国はですね、2030年頃にも、まあ、アメリカを抜いて世界最大の経済大国となる見通しですね。まあ、ただこうした中、中国はアメリカのですね、技術覇権を脅かすような存在となっています。で、これを背景に、まあ、アメリカの危機感が米中対立の背景にあると前回紹介しました。はい、しかしですね、こうしたことは割と伝えられているんですが、まあ、アメリカが、中国の何を懸念しているっていう点はですね、日本でもよく報道されているんですけれども、そして広まっているんですが、まあ、その一方で中国がですね、アメリカの何を警戒しているのかっていう点は、まあ、あまり報道されてないで、まあ、ほとんど知られてないような感じなんですね。まあ、そこで今回なんですが、まあ、米中対立で中国が一体何を警戒しているのかを紹介したいと思います。はい、確かにアメリカの圧力に中国が反発しているということはニュースでも報道されますけれども、はい、具体的にアメリカの何が嫌なのかというところはあまり解説されないですよね。そうですね。中国は、ね、一体アメリカの何を警戒しているんでしょうか？そうですね、それはまあ比較的単純な話でして、まあ、一言で言えば、まあ、中国はアメリカの覇権主義を警戒しているわけなんです。ただその現代に生きる日本人にとってですね、そのアメリカの覇権主義って言われてもあまりピンとくる人はいないと思いますね。そうですね。まあ、そこでですね、アメリカ覇権主義の歴史っていうのをちょっと紹介したいと思います。まあ、簡単にちょっとまとめたつもりなんですが、はい、ご覧ください。こちらなんですが、まあ、アメリカの覇権主義はですね、19世紀に始まったんですね。結構歴史があるんですけれども、アメリカの第5代大統領のジェームズ・モンローですね、1823年に、ヨーロッパ諸国に向けてモンロー宣言というのを発表します。これ歴史の教科書にも出てくるんですけれど、はい、まあ、そのこれはですね、モンロー主義というものなんですが、アメリカがヨーロッパ諸国に干渉しない代わりに、ヨーロッパ諸国は南北アメリカに干渉するなっていう内容なんですね。相互不干渉の宣言ですね。はい、でこれは、まあ、そのアメリカが南北アメリカをですね、縄張りにするっていう宣言でして、まあ、これを背景にアメリカは西部開拓や中南米諸国への派遣拡大を進めていったんですね。で、まあ、西部開拓の方では、まあ、アメリカ先住民を弾圧したりとか、まあ、さらにメキシコに侵略してですね、カリフォルニアとか広大な領土を獲得したんですね。カリフォルニアとかロサンゼルスって、まあ、スペイン語由来の地名ですよね。しかし西部開拓は20世紀を迎える前に終了しました。で、一方ですね、アメリカは中南米諸国に対して、まあ、セオドア・ルーズベルト大統領の時代は、まあ、棍棒外交っていうものを展開したんですね。はい、でこれはアメリカの軍事力をちらつかせて交渉に臨むような外交政策ですね。日本ではなんか訪韓外交とか呼ばれたりしたこともあったんですが、でこのルーズベルトの後を継いだそのタフト大統領ですね、その棍棒外交っていうのをやめて今度はドル外交っていうのを展開したんですね。でドル外交っていうのは、中南米諸国がヨーロッパ諸国に負ってる債務をですね、アメリカによって米ドル建てに借り換えさせるっていう手法なんですね。でアメリカは中南米諸国の債権者としてですね、アメリカ企業に有利なように市場開放を迫っていきました。まあ、今でいうところのですね、債務の罠っていうやつをアメリカ使ってたわけなんですね。で、まあ、そうした成果もありまして、中南米諸国には新米政権、新アメリカ政権が誕生しまして、まあ、そこに進出したアメリカ企業はですね、フルーツ栽培とかの、まあ、プランテーション事業を展開していったんですね。
しかしですね、そのアメリカ企業による経済支配と搾取というのはかなり過酷なものでして、で現地ではですね、中南米諸国ではその親米政権を倒そうという革命の機運が高まっていくんです。するとアメリカは中南米に軍事侵攻するようになっていったんですね。でこうした軍事侵アメリカの軍事侵攻っていうのは、まあ、フルーツ栽培の利権を守るためでして、そのためですね、なんか通称バナナ戦争と呼ばれてたんですね。はい。でこちらなんですが、これは1896年に描かれたモンロー主義の風刺画なんですけれども、アメリカが不法侵入のこう禁止の立て札を立ててですね、入ってくるなってアメリカ、ヨーロッパ諸国を睨んでる様子ですね。でアメリカの背後では、まあ、中南米の人々が怯えてるっていう、まあ、当時の風刺画です。でこれは1904年に描かれた棍棒外交の風刺画でして、まあ、棍棒を持ったルーズベルト大統領が軍艦を引っ張ってですね、カリブ海を闊歩している様子ですね。でこちらはドル外交を描いた漫画ですね。このタフト大統領が一旦棍棒を置いてアメリカ企業たちにですね、中南米への投資を支持している様子ですね。で続いてこのマッキンリー大統領の時代に入りますと、海のフロンティアの開拓がアメリカの政策となっていきます。はい。でアメリカはハワイ王国のですね、政権転覆に成功した後、1898年にですね、これを併合しました。さらにキューバやフィリピンの独立を支援するという名目で、同じく1898年にスペインと戦争しました。これをですね、米西戦争と言いますね。でこの米西戦争をめぐってアメリカはですね、そのスペイン人の非人道的行為をこう競ってですね、メディアがこう報道するような、なんかスペイン人ひどいっていうような報道合戦になっていったんですね。それでアメリカ国民 の人道主義的な感情ですね、これが刺激されまして、戦争に向けた開戦ムードがですね、どんどん高まっていったことでも知られる戦争でしたね。でその時の様子は司馬遼太郎の坂の上の雲でもですね、その様子が紹介されてたりしてますね。でこの戦争にアメリカは勝利しましたが、名目だったそのキューバはですね、独立できたんですけれども、実質的にアメリカの保護国になることがキューバの憲法に書き込まれてしまうんですね。一方フィリピンについては、アメリカは最初こそ独立運動を支援してたんですが、で独立派とスペインと一緒にスペインと戦ったんですけれども、まあ戦いが進むにつれて独立派を次第にアメリカが弾圧するようになって、最終的にはフィリピンはそのアメリカの植民地となってしまったんですね。でこうして、まあ、太平洋に進出したアメリカなんですが、中国への進出も目指しまして、蒙古解放通帳というのを発表します。アメリカというのはその中国進出が出遅れてたんですけれど、そこでその先に中国に進出してた列強諸国に対して、中国での利権獲得の機会をアメリカにも平等に与えるように要求したりしたんですね。でこちらなんですが、これはスペインとの戦争を煽った1898年の風刺画ですね。アメリカの軍艦がこう爆発されて、それもなんかアメリカの世論をですね、開戦に傾けたんですが、その事故はまあスペインの謀略だってこう一方的に決めつけたりとか、あとキューバ人に対するスペイン人のですね、非人道的な残虐行為ですね、こうしたものを非難しているやつですね、で正義の審判を下すっていうような風刺画なんですが、まあ、ただですね、こうした報道というのは結構嘘や誇張もね、多かったことが後にね、確認されてます。はい。でこちらはキューバの保護国家の風刺画ですね。アメリカがキューバ人にこう烙印をしてアメリカの所有物だと宣言している様子ですね。これが後にキューバ革命につながるようなことにもつながりましたね。でこちらは、アメリカとフィリピン独立派が戦った、米非戦争の当時の風刺画で、これはニューヨークジャーナル紙に掲載された風刺画なんですが、アメリカ軍がですね、そのフィリピン人を銃殺してるんですけども、その、まあ、10歳以上のフィリピン人は皆殺しっていう恐ろしいタイトルが付けられてまして、こうした風刺画が掲載されてたんですね。まあ、もうフィリピン人独立派は悪だっていう風な風潮だったんですが、でこちらは、アメリカの、
門戸開放通知を描いた1899年の風刺画ですね。まあ、アメリカが列強諸国に対して中国の分割のやり直しを支持している様子です。で、中国っていうのは、まあ、こうした歴史をよく研究してるんですね。で、その上1990年頃に起きた東ヨーロッパの革命とかソビエト連邦の解体、あとは近年のジャスミン革命とか言われるその中東情勢なども分析してまして、まあ、アメリカ そうしたこともですね、アメリカ覇権主義の策略ってみんな知ってたりするんですね。で、最後にこちらをご覧ください。で、先ほど紹介した歴史分析を背景にですね、中国アメリカが再びその覇権主義を強めてるとみなした上でご覧のような動きを警戒してます、はい。まあ、独立運動や反政府運動への接近、アメリカが接近することとそれと連携することですね。それと、アメリカが民族運動への、まあ、接近とか連携を図ることを、まあ、警戒してます。あと人権民主主義とか自由の標榜とか中国脅威論、あと軍事力の誇示とか経済的圧力ですね。こうしたものを先ほどの米西戦争とかソ連解体とかですね、中東革命から学んだ、ものでして、中国がですね、でこれらはアメリカ覇権主義の常套手段と中国は見ています。まあ、中国の警戒感、最近のメディア見てますと、まあ、かなり強まってまして、まあ、米中関係が以前のように戻るには相当長い時間がかかりそうですね。はい、こういった長い歴史から見てそういったことを警戒しているということなんですね。そうですね。はい、わかりました。今回も米中対立について、中国が何を警戒しているのかについてお話しいただきました。それでは今回はこのあたりで失礼します。木原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。